オプラインの勝手にランチ番紹介パパパーチケラランニング系 YouTuber 界を盛り上げたい芸人オプラインが走ってる YouTuber を勝手に紹介し勝手にカテゴライズ勝手に勢力図を作成する企画である。本日紹介するランチューバーは、ガチオのランちゃんさんです。よろしくお願いします。情報から述べていきますと、まず1本目の動画が2019年6月14日。で、本数が202本。チャンネル登録者が6780人。フルマラソンのタイムが2時間56分56秒。はい、ベストという。素晴らしい。素晴らしい。企画で撮るということにあたりまして、しっかり見ました。しっかり見ました、はい、もっとね、若いお兄ちゃんだと思ってたの俺、なんか全く知らなかった、全く情報なくて、はいはい、で、見てみたら、うん、あ、なんだろう、意外とこうナイスミドル、そう、ナイスミドルだなっていうのをまず知りました、はい、はい、ただ、うん、若いよね、見た目、うん、見た目もそうだし、なんか喋り方もやっぱ YouTube しようって思う人だからさ、うん、頭柔軟なのか分かんないけど、やっぱなんか若いよね、喋り方も、喋り方も若いし、まあまあまあ、なんだろう、一本撮りというか、うん、あまりカットせずに、そう、まあだからイケポンさんとかと一緒なんだけど、ずっと回してるけど噛まないで、うん、しっかり要点をたなんか伝えれてる、もうだってちょっとつまずいたもんね、今の段階だから、それがずっとできてるもんね、ないのよ、あの人、確かに頭いいんだろうね、頭の回転いいというか、声もいいっすね、声もいいね、落ち着いてる、どうもガチョウです、こんにちはガチョウですの時と、ガチョウですって始まる時、俺はガチョウですの時が好きだ、あー俺もそう、どっちかというとガチョウですのが好きだ、そう、ガチョウです、固くないやつの方が好きです、うん、ガチョウです、最初の方ね、足だけとかのね、うん、そうが多いですよね、し、サムネが白黒だから最初あれみたいなちょっと思うんだよね、そうそうそう、まあ、だから丸尾さん的な流れだったのかなみたいなね、あー顔出し、ね、でも1本目だけだよね、本当に顔出しだよね、2本目からちょろっと映ってるね、ちょろっとはね、なんか横顔みたいな、そう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 、あとなんかそこで俺一瞬本当に思った感想は、うん、足綺麗だなと思いました、俺がケンちゃんに思ったやつじゃない、ああケン玉のケンちゃん、ケン玉のケンちゃんほど綺麗じゃない、ごめん、ああそうなんだ、俺結構その認定持ってるけど、ええ、あ、ほんと認定士だから、足綺麗認定士、そうでもなかった、ランチューバーナンバーワン今ケンちゃんです、はい、最初はでも本当にドリルとか、うん、筋トレとかね、そういうのが10本くらい続きますよね、そうそうそう、白黒サムの時はね、で急にあの2019年の7月8日の、うん、サングラス顔出しが始まりますね、あ、そうですね、確かに、うん、やっぱり最初皆さん抵抗あるんでしょうね、まあね、さすがにね、働いてるし、うん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 、で、2019年の11月あたりからもうサングラスなしの顔出しが始まりますね、はい、ガチョになりました、ガチョですガチョですただやっぱり若い、うん、だって49でしょ、そうね、50でしょ、うん、間もなくね、全く見えないよ、だって子供さんもいらっしゃるっつってて、うん、大学生と高校生っつってたから、うん、もうちゃんとしたパパだもんね、うん、もう育て終わるくらいの年だもんね、うん、声もさっきいいって言ってたじゃん、うん、俺、まあ、この後言いたかったかもしれないけど、うん、トレランのさ、うん、結構メインでやられてて映像も上がってるじゃない、そう、だから皆さんとの大きな違い、今まで紹介してきたランチューバーさんとの大きな違いは結構トレラン、そうなのよね、うん、多いですよね、そうそうそう、だからトレランって何ぞやっていうのを見たければ、うん、もうガチョウのランちゃんさん見てくださいって感じなんだけど、ガチョウです、そう、じゃあ僕好きなその動画でさ、はい、うん、レースレポート小海 100出走、うん、雨のトレイル175キロを走り続ける2日間、うん、あああれね、うん、っていう動画あるんですけど、ね、うん、はい、すごいね、トレイルというかそのこれねそうね、俺もさ、なんか視聴者さんから九州縦断したくらいかな、うん、ウルトラカズキなんて名前、うん、あだ名をつけていただいて、そうだね、うん、気軽にさ、俺もなんか、うん、じゃあウルトラ走っちゃうぞとか言ってたけど、うん、やめますもうね、見ていただいたら分かりますけど、うん、超過酷、超過酷、やばいっすよ、まあ、天候もあったけど、うん、うん、いや、そうそう、天候もあったけどだよ、うん、それ175キロを、うん、平らじゃないですからね、山道を走るっすからね、うん、それを36時間が制限なんですよ、うん、を35時間40何分とかで帰ってきてて、うん、
1日半やってるのに残り10分くらいギリギリのところを迫られる競技っていうのもすごいじゃん。すごいね。完走率が大体 27% とかって言ってて、ほとんどもう4人に1人くらいしか完走できないですもん、うん、みんな多分回収されちゃったり怪我しちゃったり、ね、リタイアしちゃったりみたいなね、うんうんうん、そんな中ガチョウさんね途中で足もひねったりして怪我してるのにやり続けると。そうね、最後はほぼ歩きですとか言ってたけど、 そうね、それでもすごいなって、うん、もうやっぱ痛いもん歩くだけでも、うんうんうん、それはあんな山道さ、そうよ、行くし夜だしみたいな、ね、雨でぐちゃぐちゃだし、うん、昼めっちゃいるしみたいな、うんうんうん、すごいなと思いました。あのスポーツっていうのかな、競技、うん、俺逆にちょっと興味出ちゃったよ。トレランの映像をこんなにしっかり見たことなくて。もうね、しっかり見えるもんね。そう、聞きはするじゃん、うん、そう聞きはするけど、あんまり映像で見てなくて、映像で見た時にえぐいなと、まずあれさ、ほんと良くないよね、聞くだけって。そう、みんなさ、口で言う感じで、あ、余裕余裕だよ、やっちゃえばなんかもうハマってくるから、気持ちいいとかね、気持ちいいとか言うけど、うん、景色がいいとかね、あんなの信じるもんじゃねえなと思いました、うん、そのぐらい映像見て、映像でえぐいんだけど、だから嫌になったんでしょ、うん、俺はなんか逆にちょっとなんかほんと怖いもの見たさで、一回出てみたいなっていう気になっちゃったね。一回こう段階を踏んだ方がいいだろうね。ロードのトレイルではなく、ね、ロードのウルトラ行って、うん、それができたらトレイルの込みみたいな、ね、込みのウルトラトレイルになっていく、うん、そうね、だんだん徐々に、そういきなりこれ出たら多分マジで、いや、いきなりはちょっとね、うん、やばいと思う。だってそのストック問題もあるし、何持っていっていいか分かんなかったりするじゃん、素人ってね、意外と、うんうんうん、確かに確かに、めっちゃ俺とかパンパンに持ってきそうだもん、旅行みたいな感じで、途中も捨てんの、おめえ！でも一応ね、なんかエイドのところ、車のところに置いてねとかできるからね、そうそうそう、一周ごと。だからそれも初めて知ったし、うんうん、そうね。一周走ったらちょっと休憩しながらいろいろね、食べたりして、そうそうそう。で、僕ね、もう一個好きな動画があるんですよ。うん、はい、何ですか？ファストパッキングで山遊び、トレランと登山のいいとこ取りのランニングスタイルっていう。見てない。おおおお、なになに？これもやっぱ山登っていくんですけど、うん、練習でトレランみたいな感じのガチョウさん登っていって、はいはい、なんかキャンプ場みたいな、うん、山の頂上ら辺にあるキャンプ場で、うん、自分でテント張って、うん、そこでなんか食べたり寝たりして次の日また降りていくっていうのは、あ、いいじゃない、すっげえいい大人の遊びだなと思って見てて、あ、いいね、そっちはすごいちょっと興味惹かれる、その別にスピードとか競わずに自由にバーって一人で上登っていって、それ仲間でやってんの？それはね、その回は一人でやってた。でも仲間がいる回もあるし、まあ、仲間とやってもいいじゃん。うん、何か。強いて言えば僕の要望だったら、その近くに川とかあったら釣りとかもしたいなとか。あー、なるほどね。身軽で行ってんだよね。めちゃめちゃ身軽で行って。そんな感じ行けるんだ、みたいな。いい遊び方し、いい年の取り方してんなって思う。そうだね、わかるわかる。うん。ガチョさん。余裕があるというか。うん、そうそうそう。奥さんどう思ってんだろうな。奥さん意外とすっげえ怒ってんのかな。いやー、もうそんなことないと思うよ。ないから、うん、奥さんも器広いでしょ。まあ相当広いよ、うん、相当広いみたいな、なんか全然やってない。でも動画見てるとめっちゃ毎週山行ってるイメージあるから、うんうん、そうね、俺もちょっとそれは気になったけど、さすがに怒られてたらこんなできねえだろうっていう奥さん怒っててほしいな、猛烈に。奥さん怒ってたらおもろいな、うん、ちょっとそれだけはね、奥さんからコメントいただけたらね、そう、ああ、ぜひあのください、うん、コメントで本当は怒ってますみたいなね。いや、俺はね、怒ってないと思うよ、なんか。まあね、あんだけできてるってことだね。そう、行ってらっしゃい、ガチよって言ってると思う。ガチよって言われる。嫁からガチよって言われる。そうそう。で、一番人気のね、はい、動画が、ご近所里山100キロ走る。出たね。ウルトラレースのスタミナ作りと苦手なナイトランニング対策ってやつなんですけど、これが 3.2 万回。はいはいはい。もう本当に近所の里山をぐる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 回りまくって100キロ走るみたいな。ルーベンね、ルーベンね。そうそうそう。あれとかももう、あれすごいよ、すごいよ、やっぱ何か、ね、あれ何900ルーベンかとか250ルーベンルーベンってまず何って思うし、だからガチョウさんからしたらなんかフルの動画とかも結構あるじゃない、うん、なんかフル物足りなく感じてそうだもんね、ゴールした時に、うん、そうだね、普通フル走ったらもうゴールでね、うん、燃え尽きてるじゃないみたいな感じだけど、フル走ってきました、ガチョウですみたいな、ガチョウですフーって感じだからそうそう、まあ、今日はイーブンペースでみたいな、そうそうそう、すっげえイージーにフルマラソン走ってるなっていうイメージ、ね、うん、でも2時間56分だから今負けて、そこは勝たなきゃね、もうね、勝ちましょう勝ちましょう、頑張りましょう、そこはね、うん、そこはちょっと勝っていきたい、勝っていきたいよね。あの動画で面白いね、やっぱりさっきもずっと言ってたけど、あのね、明かり、なんかあの明かりの調光のさ、うん、なんかやつ、あれちょっと面白くなかった？いや面白いよ、
えこんな感じなんだみたいな、まあなんかビデオで映ってるから多分肉眼とはちょっと違うんだろうけど、そうね、確かにこんな感じなんだっていうのを、だからトータルで本当にトレランとかに関して学べるチャンネルになってるんだよね、うん、あと意外とガチオって名前だからさ、うん、しかも喋り方からしたらすごい男らしいじゃん、うん、すごいっつってガチオですって感じだけど、ヒル、うんうん、めっちゃ気にしてる。ああ若菜さんとかさ、ヒルはめっちゃ靴についた時なんかペッペッペッってやってたのに、うん、ガチオさんもう毎回ヒルいないかなみたいな意外と気にするんだっていうのは意外だった、うん、ちょっと、うん、そうね、そういう風にわざと撮ってるのかもしれないけど、意外と気にしてるんだ、ヒルがついてるやつがずっとっていう、ちょっと可愛いなと思って、確かに可愛らしい部分はある。あとね、もう僕が特筆すべきなのはこれですよ、はいはい、どうもガチョウです、これが僕のランニングスペックです、この挨拶、うんうんうん、秀逸、うんうんうん、これいいっすよね、いいね、僕もやりたい、どうもカズキです、うん、これが僕のランニングスペックです、ピロンみたいなはてなはてな、ほぼはてなみたいな、フルはてなはてなみたいなそうね、あれちょっといいな、どっか急にあの挨拶になりましたね、あれいいよね、本当に、でちゃんと見るのね、そうスペックの方ここってこう、僕の一個の価値観というか哲学として、うん、コーラ好きな人に悪いやついないっていうのあるんですよ、ほう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 、ガチョウさんめっちゃコーラ好きなんですよあの感じでめっちゃコーラ飲むんですよ。嘘。あの時親近感めっちゃ湧きます。そんな飲んでんの？めちゃめちゃコーラ飲む時ルンルンだから。コーラはちょっと早かったかな、コーラとか言って。あそう。めちゃめちゃ親近感湧きました。僕はコーラ、まあ今節制してますけど、うんうんうん、フルのために、うんうん、もう昔はね毎日白飯とコーラだったんで。本当に本当に親近感湧きました。僕が一個言いたいやつは、はい、あの関東ふれあいの道シリーズ、うん、なんか東京23区になんか似通ったような企画してて、うんうんうん、何年かかるか分かりませんけど、はい、どうやりますみたいな、はいはいはい、あれはなんか面白そうだなと思ってちょっと、ね、はい、今見てますね、見続けている、現在進行形の企画だからね、1800キロの旅だね、 ね九州縦断で500、600だったもんね。そうだね。うん。1800だからね。3倍、あれの3倍って考えると結構エグいですね。すごいエグい。でもまあ、その関東ふれあいの道シリーズだから、うん、家から行けるからね。そうね。いろんなとこに、うん、家から行きますよ、みたいな。そう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 、まあ、あと旅ランもいいっすよね。うん。沖縄、福岡、北海道みたいな、ね、いろんなとこ行って走ってますし、うん、あと、古情報が結構いっぱいあります。補給のやつとか、あとはグッズ、うん、ベルト、うんうんうん、それこそフリップベルトを押してるんで、うんうん、もうね、うん、僕もそうなんで、うん、そういうおすすめグッズ、ランニングにはこれがいいですよ、うん、みたいな、そうね、で結構いろんな情報見れますよね、うん、だからハルトゥーもあるし、そうそうそう、なんか今回見て食わず嫌いだったなって思ったね、ガチオのランちゃんっていうタイトルでさ、うん、ちょっとうってなってたから、俺、あ、知ってたんだ、名前は、名前は知ってた、うーん、名前は知ってたんだけど見ようとは思ってなかったんだよね、うんうん、だからもう今回見てよかった、うん、まあ、皆さんもね、ちょっとガチオのランちゃんでちょっとなんだろうな、攻撃的な名前じゃん、もっと若い子がやってそうってことだもんね、そう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 、めちゃめちゃ若い子やってんのかなと思ったらそうでもなくて、ナイスミドルの方がやってるんで、まあ同じ世代の方とか見てたらすごい共感するのかなって思いますよね、そうそう、長嶋一茂さんの優しいバージョンみたいな、かなり優しいバージョン、かなり優しいバージョンみたいななんか落ち着いてるんで、なんか落ち着いて見れますよ、うん、そう、そんなわーってしてないんで、そう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 、やっぱり僕といえば初ライブ配信田畑式トレーニングやってます、わずか4分で明日は筋肉痛です、見た、見てるわ、ここであの初のライブ配信をしてるわけですよ、うん、それをそのままアーカイブ残してるんですけど、うん、まあ短いよ、うん、時間は短いんだけど、ここでねガチオの由来を言ってるんですよ、お、めっちゃ気になる、はい、4年前にツイッターを開設したんですよ、はいはいはい、でその時に、うん、ガチオって名前にしたんだって、うん、何にも考えないで、ああもう、うん、パッと思いついたのガチオだったの、そう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 、去年の YouTube 解説でそのままガチオっていうのを使った、なるほどね、じゃあ意味はないんだ、ガチで走り続けたいっていう意味があるらしいよ、それでガチオって言って、その多分そのワードが好きだったんだろうね、走り続けたいなんだ、そうそうそう、キープの方なんだ、そうそう、ガチな男、ガチな男でいたい、そこにこだわってますよね、うんうん、3時間切りサブスリーを、うんうん、ずっと続けたいみたいな、そうだね、キープが結構、うん、そうだね、キーワードの方かもしれない、そうそうそう、じゃあそんな感じで、はい、じゃあとりあえず位置付けしますか、しましょう、はい、はい、さあということで、はい、
まず総力的に言うと2時間56分なので、うん、どころここがもうここがラインがちょうど3時間で今のところ設定してるんで、まあその上にポンってくる感じですかね。この上ら辺ですね、はい、ザッキーの横の列くらいですかね。そうですね、うん、ででエンタメ情報で言うと、まあ情報だよね。まあ情報だね。で最初の10本だってもうマジでハウトゥーだし、ね、うん、ま、そうだね。だからそういうのをしていきたいんだろうなって、うんうんうん、本人がおっしゃってる皆さんのモチベーションアップにつながるような、うんうんうん、いい情報を流せれるような動画にしたいみたいな感じなので、うん、まあ情報でしょうね。そうですね、うん、うん、ってことはまあここら辺になるんですかね。そうですね、その辺ですね。そうですね、こちらにじゃあ、はい、ポップライン的には認定させていただきたいと思います。お願いします。次回はゆとりマラソン日記を紹介していきたいと思います。ゆと出ましたね、ゆとりさんです。ゆとり、そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。はい、シャホランナーは足早い。